いやヒッチハイク旅始まったね。始まりましたね。1日目が今日終わろうとしています。いやまずはねどうなることかと、まあもうヒッチハイク前たくさんの人にね、まあやっぱ笑われますよ。東北に行きたいと書くとやっぱり東北かよみたいなのがやっぱ遠すぎて、遠すぎてありましたけど、なんとまずそんな中、まああのすごいアウトドアな家族の、まあお父さんと息子さんの車に乗せてもらって、大阪市から東大阪に行きました。行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。そこからまた長かったんですけど、まあ1時間、まあもうちょっとかな。結構は暑い中こう頑張ってたらですね、ヒッチハイクを。次はバイク大好きな、ね、バイク探しの旅に出かけた男性お二人に、あれが名古屋、まあ名古屋ですかね、まで乗せてもらって、これすごくいやほんま長距離で乗せてもらって、ね、ありがとうございました。いやほんまにありがとうございます。でさらにそこから、サービスエリア、サービスエリアから、あることを成し遂げようとしているおじさんに、今この場所まで連れてきてもらいました。ここです、そうここです。ドン、何もない、何もない、はい、闇闇闇、はい、2日目、旅2日目、はい、ピッピーということでどうでしたか龍馬さん。今日はねほんまやったらゴールに行きたかったけれども、行けずに、今はなんと静岡から、静岡です。まだ静岡、いやでも進んだんですよ、浜名湖。昨日は大阪から浜名湖まで、まあ、300キロぐらいね、行きました。で、そう今日は浜名湖から静岡市です。60キロぐらい進めました。で、今僕は白熊くんを食べてます。これ好きなのよ僕、これ好きなの、これ好きなの、これはこれ練乳がもう一人前なんで、そこがもう一番美味しいということで、明日は、ね、明日気持ち切り替えて進んでいきましょう。いや、ということでどこかで待ってます。3日目始まりました、いや今日はヒッチハイクがすごく感謝の、いやほんまに感謝です。静岡から1台目寿司まで送ってもらって、しかもね、着いてまた戻ってきてもらって差し入れもいただくっていう、ありがとうございます。で、2台目がトラックの乗せてもらってですね、途中天然水も組ましてもらって、CD も買ってもらって、ありがとうございます。で、3代目下道をね行ってもらって、そこがまたね、写真をまたもらったり米田にも寄ってもらったりも、ありがとうございます。で、今着いたのが神奈川県、江の島に着きました。今からミュージックビデオ撮影に取り掛かるので、頑張ります。ではまたどこかで会いましょう。4日目ということで、今日は神奈川県をミュージックビデオ撮影のために、探索しました、この足見ての通り、ほんまにもうパンパンに膨れ上がってます、これパンパンね、はい、はい、この、とにかく歩きましたね。だいぶ歩いたよ、ほんまに200キロ歩いた、200キロ歩いた、歩いたな、1個な、もう重要な、明日から帰ります、大阪に帰ります。東北には今回行けませんでした、悔しいよな、悔しいね。でも今できることは、まあ帰るまでやります。もう僕たちは大阪で待っていてください。お願いします。今日がまた眠ってこ
ましょう。俺たちの手で、俺たちが生んだもんやから。そうやな。ホームロ。ありがとうございます。今ちょうど諦めた瞬間やったんですよ。もう終わろうって12時になった。いやー、あの奇跡が起きました。さっきこの大阪ゴールっていう。ちょっともう今までは静岡とか名古屋とか刻んでたんですけど、もう時間がなさすぎて、もう大阪もう大物狙いで、まあ、ずっと待ってたんですよ。今12時になったらもうちょっと高速バスにしようかとしてたところ、時間を迎えました。ヒッチハイクは終わりやと、俺と龍馬でもうこの段ボールを破ろうと、葬ってやろうと思ったその時に、おーいっておーいって、送ってくれる人現れました。で、今大阪ではないんですけど、厚木インターっていうすごくチャンスが多い場所に届けてくれました。この方です。はい、名刺ももらって、そういうことで今からまだ頑張ります。今日は新しいルールを設けまして、仕事予定の関係上ちょっと12時までに、あのひっちゃいか拾えなかった拾ってもらえなかったら、あのもう高速バスで帰ろうと思いまして、でもそこでなんと12時過ぎにブザービート起きました。起きました。救世主の夫婦の方にひっちゃいかをしてもらって、でその後はあの息子さんを連れたあのお母さん乗せてもらって、でその後は、お父さんと娘さん、この二人乗せてもらって、今ここ刈谷サービスインターに着きました。いやもう愛知県ですよ。愛知県ですよ、うん、ここまで戻ってこれました。本当にいや、めちゃくちゃ感謝で、しかも今日はいっぱいもらって、うん、まあアメリカンドッグにで LINE でスタバの500円分、うん、あとフェラーリのおっちゃんにみたらし団子もらいました。今日明日も頑張ります。では大阪で待ってます。よし、6日目。我々、小田旅は来ちゃった。ついにあのチラチラ後ろに見えてます。チラチラ大阪ゴール。しゃあ、戻ってきました。やっと戻ってこれたよ。帰ってきましたよ。帰ってきました。なんと今日一発で。一発で刈谷、愛知県刈谷から一発で。運んでもらいました。大工さんの皆さんにハイエースで送ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。おっす。いやーね。帰られんと思った。結構まだね、今こんなテンションになってますけど、実感がまあ実はちょっと、あんまりない。あんまり、多分そのうちじわ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 来るんやろう。来るんやろう。ほんまに。いやー、旅をして良かったです。いや、ほんまに良かった。いろんな人と繋がった。本当に、本当にいい経験になりました、マジで。ヒッチハイクは人生一回すべきかな。うん、ほんまに家に帰ります。ではまたどこかで、ということで、またどこかで音旅会いましょう。ノブチテイと藤川兵馬でした。でした。またどこかで会いましょう。会いましょう。
旅を終えました。いや終えました、はい、今回旅どうやった？今回の旅は正直ね、今は終わってホッとしてます。やっぱその1日、2日、3日とかやとまだね気持ちが大丈夫なんですけど、4、5、6って日が経つにつれてっていう気持ちにねなったりもしてて、ただね、もういつもの生活じゃ得られないようなものを得れたので、もう感謝感謝です。ありがとうございました。感謝です。ありがとうございます。いやー、龍馬どうでした？いやね、もうヒッチハイク1日目、2日目でどんどん過ぎていって、どん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 こう腕が増していくんかなって思ったら、1日経つごとにリセットされる、あの感覚、あの感覚な。でも捕まった時はもうめちゃくちゃ最高に、たまらん、ほんまにたまらん、たまらんな、うん、でもほんまにもうあの段ボール掲げてるだけでいけるんかなっていう不安もあるし、ああ、うん、でもそれでももうここまで帰ってこれたっていう、そうや、うん、いやもう本当に良かったです。良かったです。本当にいろんな人のおかげさまです、ね、おかげさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。で今回この音旅、うん、旅のテーマにあったんですけど、名前、はい、こちらね、CD、木野口テーマのファーストマッチシングル、音旅から撮りまして、これをね、今回の旅でいろんな方たちに、まあ、聞いてもらって、いろんな県にこの木野口テーマの音旅を、まあ、刻めたんじゃないかなと。まあでも、数は正直少ないです。正直少ないんですけど、まあ、これが第一歩として、これからも頑張っていきます。はい、待ってください。応援よろしくお願いします。お願いします。もう1年後には絶対井ノ口ステージの名前は有名になってる。有名になってる、なってる、なっちゃってる、なっちゃってるよ。はい、まあ、いや今回で今回撮影の方もいい感じに、行けたし、行けたし、それを待ってる人は多いと思うんですよ、まあ、それ楽しみにしておいてください。ちょっといいの作ります。また明日からいつもの生活に戻りますけど、まあ忘れずに、生きていこうと思います。はい、ということで、はい、元旅終わり。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあまた他で会いましょう。